こんにちは。今日は消しゴムハンコでこちらのカードを作ります。白熊くんがイチゴを持っているカードで、使うのは白熊くんの体のラインになる型紙、白熊くんの顔の消しゴムハンコ、イチゴの消しゴムハンコを使います。では作っていきましょう。型紙を置きます。まず輪郭を青いスタンプでポンポンポン押していきます。スポンジでふんわりと輪郭が見えるようにポンポン押していきます。この時に慣れない人はマスキングテープなどで後ろ止めてもいいかと思います。ずれなければそのまんまでも大丈夫です。顔のハンコをします。イチゴを持ってもらいます。さっき一つだったけど、欲張って二つ持てるかな。で、周りに水色のスタンプインクでポンポン押します。ピンクのスタンプインクで押します。好きなように押してみてください。色も好きな色で押してください。完成です。しろくまくんの消しゴムハンコのカードができました。